いい、おっしゅうだ。ね。えー、ちょっとパッとこう思いつくね。ネタを、うん、どうしようかなと。こんな時は、えー、師匠ね。登場いただいて。師匠。 今日のテーマはどうしましょう、like、10, ちょっと長いんで何言ってるか分かんないんですけど。<laughs> え<ー>っと <laughs>、おしなむ2に関してね、<laughs> え<ー>っと <laughs>、もうちょっとしがんでみたいかと思います <laughs>。えー、ね。何点かちょっとね、この間総評とかのもあげましたけど、 もうちょっと、あの、話してきたいことをね。えー、まあまあ、もうちょっとお話ししてもいいのかなと。えー、まずはね、前日から僕ら泊まってました。5人ほどですけどね。えー、別に何をするっていうわけでもないですけど、まあ、キャンプ大原さんはね、もともと旅館やられてるんで、えー、宿泊施設あります。露天風呂。えー、綺麗な和室、ね。 ただ、今は素泊まりしかやってないんでね。ご飯は各自用意してください。っていうことで、僕ら勝手に鍋してました。でか、勝手にじゃないですよ。許可を得て鍋してました。<laughs> ね。で、えー、まあまあ、ね、うーん、どう言ったらいいんですかね。まあそのうちのね、人方はね、まあまあ、もともとキャンプ大原のお客さんで知り合った人ですけど、 あのー、土曜日ね、キャンプ大原でサバゲして、その日の晩泊まって、次の日は、えー、ね、ウッドランドの方でお品物に参加っていうふうにし,、えー、した方もいました。ね。まあ、そういうこともできる。まあ、二日連ちゃんにはなりますけど、そういうことも可能といえば可能ってことですよね。もうちょっと言うと、やっぱりね、タフ県から、まあ、だから、 他三人はね、まあまあ遠方、えー、愛知県から来た武藤くんとかね、えー、太陽くんは静岡から来てましたから、前日から来て、まあ泊まった方が楽は楽ですよね。だから僕らイベントって言うと大体、まあ特にアホカリなんかはね、前の日から行って、前日キャンプとか物販とか、ね、そういう交流して、 夜はそのままキャンプして泊まって、で、次の日に備えると。遠方なんでやっぱり前日からの方が、まあまあ遠いとこだとありがたいっていうのは感覚は僕はあるんでね、えー、前の日から泊まれるとこがあるといいかな。まあ、それがね、えー、キャンプがええという人もいると思います。でも、 えー、まあまあ、キャンプオーハーに関して言うと、まあ、キャンプなんて名前ついてますけど、ちょっとキャンプできないんで、そういう意味では、えー、旅館に泊まるっていう選択肢もいいんじゃないかなと。まあ、ちょっと、多少ね、キャンプに比べりゃ、ちょっとその日のお金はかかっちゃいますけど、えー、その代わりお風呂入って、ね、布団でゆっくり寝れるっていうことを考えると、それはそれでね、えー、結構いいんじゃないかなと思うんで、 普通に、イベントじゃなくてもね、普通にキャンプ大原とかウッドランド京都さんにサバゲしに来よう。まあ、観光と絡めてね、えー、来たりとかシャハルドにはいいんじゃないかなと思います。まあ、これはちょっと、まあ大、大原の旅館の宣伝的なね、ちょっと話になっちゃいましたけど。もう一点はね、ちょっと言い忘れてたなって思ってたのは、今回ね、ゲームが、あの、 米軍とベトコン、北ベトナム軍のね、戦力差が、戦力差というか人数差が、ちょっと、まあまあ、あったんで、でも考えてみたら、13対5ぐらいってことは、ええー、と、変な話、アホな、アホな計算やと、 130対50っていう計算でもあるかもしれないですよね。そう思ったらアホ狩りとかそんなもんやったりとかするんですよね。比率的に言うとね。そう思うと、まあまあ人数が少ないんでね、それが際立つというかね。米軍側10何人いてそれなりに様になってるのに、ね、北ベトナム軍側がなんか5人しかいない、ちょっと寂しいね、みたいな。ちょっと見た目的な問題点というかね、そういうのはあったかもしれないです。ただ、 あの、助かったのは、まあ助かったというか、まあ工夫した点としては、えー、北ベトナム軍は、振るうとあり、で、復活も、もうやられたもうすぐ、すぐ復活していいよ、みたいな。<laughs> まあまあ、ちょっとだけ後方に下がって、えぇ、ー、し、しっきりなし、一応やられたよっていう手はしつつ、 後方に下がって、すぐ復活っていうふうにね、簡単に、あの、本当ならね、メディック読んでメディックでないと復活できないよとか、するべきなんでしょうけど、北ベトナム軍に関してはそれはもうなしにしました。で、米軍側は、もう基本セミオート。で、M60 とかね、グリースガムもお持ちの方もいたんで、フルオートがしかできないっていう方は、まあ、転車なり、えー、乗りフルオート。<laughs> 直接狙わずに、もう、撃ちまくってる手を作るんであれば、ね。敵に直接当てるためにフルオートで撃つわけじゃんもうなんかちょっとだいぶ、ねえ、どうなんやろうって <laughs> 感じもしますけど。でも、まあまあ、あのー、そういうちょっと差つけてで、米軍の方はね、一応復活は、まあ無限じゃないですけど、ええー、 明白にね、指示出してなかったようには、ま、あの、僕の説明不足でね、出してなかったように思うんですけど、えー、復活はメディックでみんな一応してましたね。で、まあ、状況によっては、ちょっと復活しにくいから、ちょっと候補下がってとか、ね、そういうふうにはしてましたけど、まあ、メディックというか、仲間に引っ張ってもらって、まあ、メディックっていう役柄をね、設定はしてなかったんで、 えー、誰でもいいんで、味方が、とにかく、負傷兵を連れ出して、後方まで下がって、えー、程よいところで復活とかね、そういう風にしてました。で、ゲームの内容によっては僕が、もう、あの、米軍側簡単に復活していいです、とか、えー、もう今回は復活なしです、とかね、もう途中から、もうここから復活なしやで、とか、こう、途中から、様子見て <laughs>、変えたりとかしてたんで、 まあ、それが良かったのか悪かったのか、まあ、人によってはね、なんちゅうええ加減な、仕切りしてんやと思うかもしれないですけど、あの、結果的には、あの、個人的には、あの、それが帰って良かったんじゃないかと思ってます。まあまあ、あの、これからもね、そう、同じようなやり方をやりますよってことじゃなくて、その場に応じて、北ベトナム軍の人数が多かったら、もうちょっとその、 規制のバランスをね、復活の仕方であったり、セミオートフルオートの使い方をね、えー、ちょっと変えるっていうね、やり方にすればいいかなと。でないとね、来る人の、えー、戦力バランスをね、最初からコントロールすることは難しいです。えー、両方できる人っていうのは、まあ、いますよね。まあ、僕も一応ね、北ベトナム軍装備も持ってますから、どっちもできるんですけど、やっぱりね、イベントってなるとね、 基本的には、よし、今日は、この格好でやろうっていうのをね、もう何日も、もう何やったら何ヶ月も前から決めてね、これで行くんやで。僕やったら、例えばアホ狩りなんかで言うと、もう必ず海兵隊で行くっていうふうに、もう、20年以上決めてやってるって。<laughs> もう今更、北ベタナム軍やってねって言われても、多少えってなりますよね。でもまあまあ、中にはどっちでもいいよっていう人もいるし、まあ、 僕もあのアホカリ以外ではね北ベトナム軍なりベトコンなりやったこと何回もあります。それはやっぱりイベントに協力するっていう意味とまあまあ仲間内のノリやったりとかねいろいろまあまああります。ね。えー、その時に応じてまあ変えてくれる人がいると助かるなってやつです。 で、今回も一人は米軍で来るつもりやったのに、一応両方用意しとったから、いや、ちょっと、ベトコンしてくれるかなって言って <laughs>、ベトコン側に行ってもらいました。まあ本人はね、あの、帰って、ベト、ベトコンの方が打ちまくれたんで、もうそれはそれで楽しかったんでよかったっていう風に言うてくれてるんでよかったんですけど。まあ、いやいやいやというかね、もう、まあ、タイ君なんかそうやね、えー、海兵のグレネーダーで来るんやっていう、 乗ってきてたから、まあ、朝チラッと聞いたら、北ベトナム装備も持ってきてますって言ってたから、昼ぐらいから着替えてくれるかなって勝手に思ってたんですけど、着替えてはくれませんでした。<laughs> まあ、おかげでね、あの、ベトコンおじさんをグレネードで、グレネードでね、あの、始末するシーンが撮れたんで、まあ、ベトコンおじさんはあまり僕はちゃんと映せてませんでしたけど、まあまあ、そこそこちょっと面白いとこも撮れたかなと思うんで、よかったです。 まあ、そんなとこかな。もうないかな。まあ、とにかくね、北ベトナム軍、えー、ベトコンの皆さんには、ちょっと頑張っていただいたんで、復活回数も多くなると、ね、体力的なつ辛さもあるし、何回もやられる辛さっていうのもあると思うし。 えー、打ちまくってるとね、まあ、最初の方に聞こえてきたんは、もう玉い、なんぼ使うねんとか、えー、バッテリーがなくなるとかね、いろいろちょっとそういう声も聞こえてました。<laughs> なんとか周りで多分対応して、まあ、たままね、大原さんで撃ってるんでね、問題ないと思いますけど。まあ、ね。そんな感じで、ご協力いただいて、えー、まあまあ、成功したんじゃないかなと思います。 こんなとこでいいかな。ね。まあ、思い、思いついたら、まだ、まだ言い,いたりんわとか言い出すかもしれないですけど、まあまあ、ではでは。